か、これ壊れたまんまか。やっと来た。ハチ子、昨日すごかったね。お面取るも、お面取り戻したいわ。これにてお役御免かな。すぐは帰ってからずっと部屋に引きこもってる。そうなんだ。あ、心配だね。うん。あ、ハチ子が責任感じなくていいから。もともと私がオカポンのことを秘密にしようって言ったからだし。スグもさ、地味にプライド高いの。オカポン、調子はどう？スグじゃないけど、私もオカポンのこと大好きになっちゃった。だからさ、あんたとオカポンと勝負させてよ。ん？持ってきてない。勝負だ！あ、はい。え、持ってきてない。あ、はい。いいんですけど、持ってきて。はいって言うと思った。それでこそあんたじゃん。準備できたら教えなさいよね。オガポン連れてるみたいだね。お面で戦い方変わりそうだけど、このまま勝負でいいよね。え、ああ、うん、うん、いいよ、そっか、ごめん。それじゃ、位置につくよ。デカヌちゃんです。安定のデカヌちゃん、私に早起きさせたんだから、その分楽しませなさいよね。圧が強い。デカヌちゃんじゃれつきます。これはあれですか、気合いのですか。やっぱり痛いとこばっかついてきて。あんた友達少なかったり、確かにいないかもしれない。いないかも。いないかもしれない。うちにリパーボタンメモはついてきてくれなかったかな。リンコンが来る。もう親友でしょ、あの3人。そうだよ、親友だよ。キュウコンはダススサンバですよ、それは。キュウコンね。あ、まさかオーロラのキュウコンとか言わないよね。怖い。いつものキュウコンでありますように。はい、キュウコンでした。よかった。ちっちゃいね、キュウコンって意外と。ね、意外とちっちゃい。かわいい。それはしゃあないっす。しゃあないっす。さすがに炎と水なんで、それはシンプルにしゃあないっす。モルペコか。そろそろオーガポン出しとく。モルペコって、私でもデカヌちゃんで言っててイメージある。モルペコ持ってるトレーナーは人気が高いイメージが。お、マリかバツか。マリーのこと。はい、マリーを思い出させます。あ、また もしかしてまた、もしかして。すいません、あのデカヌちゃんハンマーで見えないです。ハンマーで見えないです。デカヌちゃんじゃあ、あ、悪くなったぞー。今回今一つでやったろうぜ。電磁波きつー。地味にきついな。地味にやってくるな。あー、動けない。怒ったぞ。いけ、でかな
念のためオガポン ね、念のためオガポン行くか。そう、そうだね。そうだね。戦いたい言ってたしね。一旦ね、どうなっても知らんからね、でも草食いす草私についてきた。だっても知らないからね。オガポン。効果なし、効果なし。戦えないよ。オガポ戦えません。オガポ戦えないです。すいません、帰りましょう。帰りましょう。帰りましょうね。すいません。記念に出したかっただけってことで。なんであの兄弟は大ガポン好きだったらうちに素直にあげなきゃよかったのに。大ガポン落ちたいって。そっか、猫落としたいって。わかった。あれまだいる？母こもり、母こもり、進化してれば水の、炎になってるけど、どうなんだろう。あ、すみません、思ってたのと違いました。すみません、全然違いましたね。うちちょっとあのヤモリみたいなあの子だと思ったんですけど、全然可愛い子出てきました。ちっちゃいね、この子も。虫？草？虫かな。あ、終わった。終わりました、皆さん。あ、もうあんたって強すぎ。勝手に出てこないで。悔しいけどさすがって感じ。あんたとオガポン焼けちゃうくらい気持ちが通じ合ってんのね。ん？アニ？アニオン。そう。実はさ、ちょっと言いにくいんだけど、私そろそろさ、あ、気まずい。トロ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 ト。いや、ハチコくん、ブライアだよ。今朝ゼンピアでオリエンテーリングが終わってね、管理人さんから話があるので公民館前に集まってほしいんだ。私も了解です。ズリュウ君も一緒なのか。連絡が省けて助かるよ。子供はすごいね。短い期間であっという間に友達を作ってしまう。それでは公民館前でみんなと待ってるよ。本当にそうよ、せっかく友達になれたのに。え、それじゃ話聞きに行きますか。面倒やけど最後だしね。え、姉さん、姉さん、姉さん、どこかに行くのですか。姉さん、お別れなんすか。いや、寂しい。これすごいことになってるけど大丈夫？もうみんなオガポン様に夢中で、これどうでもいいみたいになってるけど、この賛美って縁か。すぐりないっす。ハチコくん、これで全員ではないがメンバーは揃ったね。それでは管理人さんどうぞ。はい、皆さんおはようございます。なんと皆さん全部ペアで北上の歴史看板巡りオリエンテーリングを終えられました。やったー、とっても楽しかったです。
いやー、どうもありがとうね。本当にお疲れ様でした。オリエンテーリングの参加賞をお配りしますね。お、北上餅セット。おお。本当はもっと時間かかると思ったんですが、皆さん優秀で、民間学校終了までまだ全然期間がありますので、アカデミーの生徒さん方はご自由に北上にお滞在ください。それと諸事情で申し訳ないが、私ゼイユ君、スグリ君のブルーベリー組は一足先に学園に戻らなければならないんだ。寂しい。寂しい。本当にすまないね。大穴関係で進展があって、どうしても行かなければならないんだ。引率として同行していたが、君たちは実に優秀なので、私がいなくても大丈夫さ。そう。え？それだけで。それだけだ。すみませんが、以後のセアは管理人さんにお願いしますよ。はいはい、大丈夫ですよ。そしてゼイユ君、言いたいことがあるんだったかな。はい。弟は体調悪いんで、私が代表して、知っての通り、私はこの村の出身です。私、あんたたちよそ者たちが村に来るのが嫌でした。知ってた、知ってた、よそ者って言われた、よそ者って言われた、知ってた。私たちの大切な場所、土足で入ってこられる気がして。けど一緒に過ごしてみると全然そんなことはなくって、実際みんなと話してみると面白いし、食わず嫌い良くないなって思いました。だから楽しかったってこと、みんな来てくれてありがとう。特にハチコ、来てくれたのがあんたでよかった。まあ根性の別れってわけでもないし、ブルーベリー学園は強いトレーナー多いから、今度遊びに来なさいよね。あ、そうだ、私荷物の整理しなきゃ。それじゃあまたね。さよならは言ってあげないんだから。姉さん、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 またね。あの子らしいというか、なんというか、一瞬一瞬が輝かしい子供たちの時間は大人からすると眩しすぎます。というわけで、一旦林間学校は一区切り、管理人さんにお礼言いましょうか。ありがとうございました。あったー、ありがとうございました。ならないと、もっと強くならないと。強く、強く、強く。すぐり？すぐり？すぐり？待っててな、ハチコ。ちゃうな、言い方。怖い、怖い。怖い、怖い、怖い、怖い。読み間違えた、読み間違えた。間違えてる。ストーカーみたいになっちゃって、今の。待っててな、ハチコ。怖い。待っててな、ハチコ。あ、後編に続く。続く。というわけで、ここ、後編。
ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様。終わり。ここで一旦うん全編終わり。次はちょっとミーはいない可能性あるけど、ワンちゃんいるかもしれないということで、まあいなくてもうちが頑張って盛り上げるんでね、次回後編に続くということで。いやでもすぐりがね、闇落ちしましたね。あれはすぐりくん、次回後編ダウンロードしてやりますんで、よろしくお願いします。はい、お願いします。ということで前編の緑の仮面は終わったところなんですが、いいね、犬しー、あ、マシラシマ、ま、ま、マシマシラキチキキスですね、あの3匹を捕まえれるらしいので、ちょっと捕まえに行きたいと思います。今回ですね、3匹は特に厳選せず普通に捕まえようと思ってます。この辺りになんかもともといた場所にいるって聞いたんですけど、いないです。ここじゃないのかな、ね、知らない、どこ行ったか知らん。あ、いましたわ。いけるか。あ、モルペコちゃんがいる。そんなことより、いや捕まえたいなモルペコちゃん捕まえよう。いいね、のが見てるわ。わしももうすぐ捕まるんかな。どうも、オーガポンをいじめてくれてどうも。お前を捕まえてやる。あ、え、うわ、捕まえてやる。無視されてるんですか。ぶつかっ、話しかけろとな。我が輩に話しかけるのだ。はい、置いていけんのかな。うわ、なんだ、フル捕まえてやる。70レベルか。一回休みで行きますね。毒好き効果ない、鋼なんで。いけー、マスターボー、あ、マスター、え、あ、え、ハイパワーある。え、ダメ？結構厳しいか。あー、なるほど。異常持ってる子連れてきたよかったね。一発目から困りましたの。ケタグリ。あー、オーガポンのケタグリやったらなんとかいけるかな。でもオーガポン出さすの申し訳ないんだけど。でもか、ちょっとごめんね。オガポでも あいつをやっつけろ。オガポいけー。あ、オガポオガポオガポ、せあのポケセアントですぐ行くから待っててな。行けましたね。あれ、え、はぁ、いいねいのっていいねもらいたいんか。皆さん高評価よろしくお願いします。また次から。やっぱこんな苦戦すると思わなかったこんな苦戦すると思わなかった。あれ、あ、じゃあもうレベルの差を見せつけてやろう。レイド用の鉄のカイナくんです。どうも。あ、圧倒して捕まるんじゃないか説、圧倒して捕まるんじゃないか説、いけー、いけたー。初めからこうしときゃよかったー。イーネイルさん捕まえましたぜ。毒格闘。おー、すぐ頭に血が上ってしまう荒くれ者。首の鎖を振り回し何でも叩き潰す。いいね、犬ゲットだぜ。オーガポンのためにポケセン行かなければ。
あとテカルちゃんと。あ、いましたね。キチキキス。キチキキス。よし。私を捕まえるのであれば話しかけなきゃダメよ。はい。なんで話しかけなあかんのやろ。君たちは。キチチチチチチチ。私は高貴な鳥よ。これは飛行タイプですよね。あ、いや、ちゃんか。あ、悪。悪は悪か。でも、悪は悪でも、威張る。当たらない。おだてる。あー、調子乗るって出すす。調子乗るって。あー、もう混乱してもて。おだてるから。褒められたことないんだから、うちのダンススは。構えるまで。3、2、1。よっしゃ！あ、まあまあ、うちにかかればこんなの一瞬でしたけどね。毒フェアリー？最高か。あでやかな翼を羽ばたかせてフェロモンを振りまき、人やポケモンを小悪に魅了する。はい。いやー、時間かかっ、あ、いやいや、まあまあ、いや、うちにかかれば一瞬でしたけどね。まあ、ハイパーボール後でいっぱい買っときます。いましたね。今回の大本命です。私やっぱりシェが気に入った。そこの君、ぜひとも私の旅パにならないかい。どうですか。あ、気に入ってるんですね。頭似合ってますよ。かわいい。じゃあこれかわいいな。一番好きかも。わしら、ま、なんだっけ、ま、シェシェしかわかんない。負けしょーしーしー。いいですね。でもタイプ的に何で、何なんで、何なんでしょうか。何な、未来予知、もしかしてエスパー。マジかぶるやんか。かぶるやないか、ハチキングと。危ない危ない。じゃあ、あくびをします。眠たいの。ちょっと見えないですね。はい、こうさせてもらって。ちょっとうちのポケモンバカでかいのばっかなんでね。うちのポケモンバカでかいのばっかり。しゃーしー。あー、エスパー。あー、ハチキングと被ってますの。もろかぶりですな、あなた。ということでですね、今回は3匹のポケモンを捕まえました。じゃじゃん。ということで、いいね、犬チキチキチキキキスシューのマシマシラになります。ちょっと後編に向けて、ちょっとオガポンもそうですが、ちょっと誰かは連れて行きたいなって思うので、ちょっとレベル上げしてから後編に挑みたいなと思います。ということで、また後編のストーリーもお楽しみに。ということで、おつみー。